おはようございます。おはようございます。赤いナースコール第11話考察動画でございます。津田がねソフビ状態になっちゃってなってねえよなってねえよそれ真っ二つに津田もなってまるであの子供がねソフビで遊んでる途中みたいなウルトラマンとかのね仮面ライダーとかのね、うん、ソフビあの真ん中でブチッと切ってねそう入れるとき結構難しいっていうねソフビは取れるとき簡単なんだけど入れるの難しい。下半身の入れる方が広がってるからねあれね。そうそうそう、ちょっとこうギュッてやって入れないとうまく入んない。それの津田バージョン誰が買うんだそれいやもう上下真っ二つになっちゃったからあそこで俺なら降りるけどねエレベーターから。いやいやまあそうだけど、うん、まあねちょっと降りたら降りたで恐怖心で動けなかったみたいなのもあるかもしれないから、あ早くもう逃げたいっていう一心だったんかね。まあでも津田もやられてしまって、でさその今回分かったことをといえばチャイコフスキーが石原だったっていうのがもう分かりましたね。はい、いや見事な開演でしたよ。ずっと笑ってる感じとか最後の捕まる時とか、さあ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 、イラッとするよねこれ。こっちも見てる側もまあ工藤の気持ちとかになっちゃうよね、うん、こっちは打っちゃえ打っちゃえと思ってたけど、こっちはもう打っちゃえもう打てーだってなんでこっちはなんで一斉射撃なんだよそこもう武将になった気分で撃たーだったねでもラスクはグッとこらえてね、工藤が加藤のことを思い出して、加藤生きてる説は何だったんだろうね俺らのいやいや全く見事に喉仏も持ってかれてましたから、ちゃんと戦利品だから。その一個やっぱ一番さサイコパスなの西垣だなと思っちゃったよ俺。その戦利品をあの病院の休館から西垣が院長のとこに持ってきたじゃん、袋に入れて。で交換みたいにした時、よく西垣あれ一人で休館行って袋に詰めて持ってきたなと思ってそれ自分の役目だったら絶対できないなと思ってそうだよね、だってあんな暗いところボロボロですか、一人で入ってってさ人の体の一部をさ真空パックでこう吊るしてあるのを一個ずつ取って袋に入れるなんて時給いくらだよっていうねあんなんできなくない？時給いくらならできるだったそのバイトあったら。でも1時間ぐらいで帰ってこなきゃいけないわけだから。いやだとしてもその無料でできる？だって無料で無理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 絶対できないよね。無理ですよ。そう考えると西垣恐ろしいなと思ってはあ、もうメンタルね、メンタルがすごい、もう西垣のメンタルでまあ、加藤のあの口紅も意味があったね。石原が熱いキスを、あそこすごい変態さ加減が出てるよね。出てた。殺すだけじゃなくっていうね。そうね。あと捕まって殴られた後もさ、殴っちゃダメだよねって腹立つわーと思って殴っちゃダメでしょ、やったらそういうやっぱスポーツではさ。いやスポーツじゃねえわねスポーツじゃないじゃん。スポーツマンシップだよそこは。そんなスポーツみたいないい話じゃなかったよ。汗と涙とかじゃないもんあれ完全に11話でもうだいぶもう分かっちゃったから。あもうだってあとは完結編みたいなもんでしょ。だってもう種明かししかないわけじゃない。だからその大どんでん返しがあるのかないのか予想になってくるから、あとははいはいはい、このまま行くともう院長じゃない。そうです、ね、病院内は復讐のためにってことだね。そう、それで集めてるわけでしょ313人、うん、だけどこのまま行くのかどうかってとこよ。でやっぱりポイントとなってくるのはコンビニ事件だと思うんだよね、はい、うん、店内でなんか店内でタバコ吸ってたっていやいやもうツイッターだったら大炎上してるやつですよ。おでんツンツン以来の懐かしいな、おい、おでんツンツンタバコプカプカみたいなおでんツンツン懐かしいな。まあでもそういうそんぐらいのことですよ。そこを見てた人たちなわけでしょ、集められてるのは。それとまあ翔太郎はそれをドラマ化したとかさ、はい、津田はちょっと色つけて面白おかしく書いちゃったっていうね、記事にしたみたいな感じだからね。そこどう見ますか。あとそのだから息子とあと写真に写ってた女の子がいたわけじゃん。女
の子の方はやっぱりあの写真に写ってるのがちょっとこうアリサになんか似てるなって思ったんですよ。そう似てる。だからアリサ本人ではないとは思うんですけど、例えばアリサの、まあ、お姉さんとか妹とかその院長のその息子と付き合ってた、あれなんかこう親子とかでなんかもう婚約してた女性で、それがアリサの、まあ、お姉さんとか年齢的に考えると、だからそれが復讐に関わってるってこと？そう、アリサもじゃあ妹を利用してみたいなね。はいはい、うん、もしかだからそのあそこアリサに似せた方をキャスティングしてる意味が絶対あるはずだからさ、はい、まあ、双子とかそれこそ整形してなりすましてるとかさ、それかそのまんまアリサとして翔太郎に近づきみたいな、はあ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 、コンビニ事件の被害者があの写真の男の人で院長の息子、そのまあだから婚約者とかの女の子、息子が殺されるコンビニの人たちに院長と一緒に復讐する、うん、アリサになりすまして翔太郎に近づきみたいな、うんうんうん、付き合って事故を起こして入院してみたいな、で院長は病院内の電の子男で、一応アリサのことをかばってるみたいな、で事件は解決して院長逮捕されます、実はアリサが黒幕で翔太郎が葬り去られて土に最後埋めるシーンで終わる。いやそれ怖いな、これありそうじゃない？ありそう。今のままだと、うん、まあ、ドストレートに行ったら院長が犯人なんでしょっていう流れじゃん、もう。はいはいはい、だけどその最後ラスト5分の大どんでん返しみたいな予告でもあったで、ラスト5分の恐怖みたいな、はいはい、ありました。実はアリサが黒幕で事件解決してるんだけど日常戻るみたいに見せかけてアリサが実はっていう、はいはい、はい、最後の生き残ってる翔太郎をっていう、最後の復讐をっていうことでね、あの夢の中か、そうそう、夢の中へ、うん、なんで用水が今ちょっと用水発言はやめてください、高田組になっちゃって、腐ってるとか言ってないの俺は別に井上の方だから、井上用水腐ってないんだよ、まだ腐ってないです、いつまで経っても腐らないです井上用水は確かにいつまで経っても少年時代ですからね、違う違う、もうおじさんおじいちゃんだから、風アザミですからね歌詞の意味が分かんねえよいやだからまあ話戻すと、その写真の女の子とアリサの関係はちょっとポイントかなっていう、いやありそうですね、そこはありそうですね、あ、アリサだけにね。いやいや、何も引っ掛けてないの、そこ。全然引っ掛けてないから。引っ掛けてこなかったですか、なんかションベンみたいに引っ掛けていけませんでした、いや、俺引っ掛けてねえよ。いや、そもそもションベン引っ掛けないから。ぐらいの感じかなと思うね、予想はもう。いや、他になんかあります？だって最終回の。これ、あと何が考えられます？あと残ってる人が黒幕で。あとはもう、あれじゃないですか？もう、主人公が犯人みたいになっちゃうわけじゃん。はいはいはい。実は翔太郎と院長が繋がっててみたいな。そう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 。本当に繋がってて、翔太郎が話題作りとか話題性のあるドラマ書きたいがために、うん。みたいなこと？そう。で病院でこういうこと起きるのそのままドラマにすれば大ヒットだみたいな。でもそっちの方が薄いわな、やっぱりな。まあね、うん、まあね。いや、なんで田辺さんなんで田辺さんが急に出てきたの今。憑依するな今日はいろいろいやいや、井上陽水もしっかり、田辺さんもしっかり憑依会だ今日は憑依会ただやっぱり一番ありえるのはやっぱ最初に話したアリサ終わりだよね。アリサ終わりですね。アリサ土埋め終わりでしょ。そうするとあの1話であったね、土埋め、夢でうなされてた翔太郎が、はい、それが現実になるっていうかさ、うん、え、ちょっと待って、それ脚本で思いついてたらそれ脚本落ちありえるな、ね、あそこで夢で見たのを書いてパソコンに、はい、本当に脚本として実現したみたいなのもありそうだな。確かにね。でまず正当で行くんじゃないですか、やっぱりその院長の息子絡んでの、うん、そこだよなやっぱり。まとめると結局ことの発端はコンビニで院長の息子が正義感から注意したら怒られて死んでしまって、はい、その復讐で院長が目撃者とか関係者を313に集めて復讐してると、うん、でアリサがそれに絡んでいて協力してるんだけど最後に黒幕として登場して翔太郎を消すと、はい、
で最後は半分になった後藤だがくっついて戻ってくるっていう。くっつかないくっつかない。あの体の中心にこう荒い縫い目でこう荒い縫い目があって縫うんじゃないよあんな大規模に。無理があるだろう。なんなのあの後藤田の運ばれ方。なんで、ね、出ちゃってんの。顔出ちゃった。さ、紙相撲の力士みたいになってたけど。半分に折られてる。紙相撲の力士みたいになってたね。トントン相撲のね。トントン相撲の。トントンズボン力士開いた状態になってました。あの真ん中から折って勝負するみたいな感じだもんね。まあじゃあ我々の最終回の予想としてはやっぱそのアリサ黒幕かな。はい、これでいきましょう。ありますかね。なんかさ、あの予告でちょっと気になったっていうか、はい、傷だらけの正義に隠された謎って出たんだよ文字バンって。はい、でその傷だらけの正義に隠された謎ってっていうところの謎の部分がアリサってことなのかね。じゃあ、うん、そうなんじゃないかなと思います。わかりなりにもあれですよ、翔太郎は足怪我してるから無理やり逃げられないとして、アリサ本当になんでもないピンピン女ですから、うん、ピンピン女どこも怪我してないマジでピンピン女なんで、勝手に実家に連絡取れなかったら抜け出しはいいだけの話なんだから、いくら翔ちゃんが心配って言っても外に行って助け呼べばいいんだから、うん、なんかちょっとねそこしっくり来ないんだよねやっぱりね。なんでお前ずっとそこにいたのってなっちゃうから、我々のラスト予想としてはピンピンアリサ、ピンピンアリサ落ちでいいですね。じゃあはい、ピン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 でいきましょうアリサピンピン終わりでいいですね。じゃあ、はい、ドラマとはしてはアリサがこうもうピンピンして終わるっていういやもうピンピンラストシーンはピンピンしてるアリサが映って終わりってことでいいですね。何なんだそのピンピンしてるアリサっていや島田さんが言ったんじゃないですか、ピンピンしてるって。いやだからもうピンピンしてんだから何にも怪我してないんだから。じゃあドラマのラスト5分は、はい、その過去のピンピンしてるアリスさんのダイジェストが流れて終わりでいいですねなんかお花畑で蝶々を追いかけながら走ってるところがアリサがないよそんな過去になかった。ブランコに乗ってるとことかないないなかったそんなシーン見たことないダイジェスト流されても困るからさそういう感じで最終回もじゃあ楽しみに迎えましょう、うん、我々も、はい、もう最後ですか、残り1話ですから。そうですね。じゃあちょっと皆さんからのラスト予想とかね、感想考察もコメント欄の方でお待ちしてますんで、よろしくお願いいたします。では本日の動画は以上でございます。次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。